でもそこで、あの、選択肢が広がっているから、いろんなことも選択のバリエーションが増えてますけども、今、まあ、さっきは、花岡さんにとって同じ問題で、早く選択しないといけない時もあれば、ゆっくり言うとも出てくるわけですよね。そこの決断のしどころというか、けね、あなたの場合は、まあ先生が決断を迫ってきたわけですけども、で、花岡さんの場合は自分で決断されたわけですけども、 まあ、いろんなケースがあると思いますけども、それが思ってないタイミングで迫られちゃう。例えば、あのプロ野球選手とかの戦力で通告とかもあるかもしれませんけどもあの、ね、トレードだったりとかあるかもしれませんけども、そういった準備ができてない時とき、荒木さんはその時は心の準備ができてたんですか、そろそろ絞らなきゃいけないだろうなっていう,ようなあ。それはあったですよ。 あ、やっぱあったんですね、うん。それはありましたよ。そうしないと、多分えっと心理学やろうと、うん、<laughs> 思わなかったと思いますね。はい。か。だから決断をするっていうのは、うんとその時パッとなんていうか、うんと即決みたいのにやるやる。 よりもこう何か布石がずっとあって、うん、なんかそういうことを考えながらやっぱり最終的に決断するときに思い切ってやっていくっていうただ何もなくって決断するとそれはむちゃくちゃだとは思いますよね、うん、だから、えっと、やっぱり人生の岐路ですから先のことは少しえっと考えとかなきゃいけないっていうか、うん、これはあると思うからそういう布石は必ずあると思いますね。うん と僕は思いますねただ、えーっと、迫られた時決断を迫られたときはもう積極的にんとこれっていうふうに決めなきゃ多分後々後悔残すんじゃないか。後悔そういうこと決断だから決めた後はもう断ち切ってそれ以外の選択肢は断ち切らないと。 未来に残しちゃうくなっちゃゃうなっいますからねだからそれが一番大きい岐路だったけどあとはもうそういう、えー、とオリンピックのサポートをやってからパラリンピックの方に来てくれって言われた時にどうするかとかっていうような細かいそういうあの判断っていうか決断はいろいろありましたよ、うん、だから、うん、一番大きいのはそ,そこかな人生変 <laughs> えたのは決めたのは先ほどの、うん 荒岡さんの話じゃないけど、そのあたりの年齢、二卒業して3年か4年経った時に、やっぱりそういう決断迫られるんじゃないかなって気がします、うん、なるほど。